世界の音を拾おう、サウンドシンクインエビウェア。YouTube 撮影用にこのショックマウントがある、こんな感じ。こちら狙った音だけをマイクで撮れている音がリアル。カメラ OK、 オーディオ OK、 やった OK、 よーいスタート。はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回はですね、シンコのマイク、こちら2つ買ったので、ね、紹介していきたいと思います。現在ですね、こちら一眼レフのカメラにガンマイクというものをですねつけて撮影しております。この YouTube 撮影用と自主制作用ですね、2つ兼用しております。監督なんですけども、最近こんなことがありました。こちらがですね、実際に壊してしまったマイクとなっております。まあ、よーく見ていただきますと、こちらのコードですね、曲がってるんですよ。つくことにはつくんですけども、音が全く集音されないマイクとなっております。7、8000円ぐらいしたかと思うんです。壊れてしまいました。で、今現在これ使っていますマイクなんですけども、これと全く同じマイクなんです。で、こいつはですね、一応使えるには使えるんですけども、音がですね、片方しかですね、録音されず、最終的に編集で片方をコピーして、両チャンネルで響かせるようにしております。でね、毎回これやるのめんどくさいんです。そういうわけで今回、どうせだったらもうめんどくさいんで、それぞれ別々にね、自主制作映画用で7000円ぐらい、YouTube 用で5000円のものです。両方買っちゃいました。この動画でですね、このシンコのガンマイクと通常のマイク、それぞれどういった特徴があるのか、機能や仕様をですね、ご紹介していきたいと思います。まずこちら、サウンドシンク is everywhere。M1 ですね。まず開封していきたいと思います。袋ビチビチなんで、いや、袋好きだね、君は。こういった箱ですね。あ、なんか最近の iPhone の箱だね。こういう感じでした。こちら、かなり小さいです。マイク本体となっております。YouTube 撮影用に使っていきたいと思います。そして、ここにモコモコのものがですね、入っておりまして、こちらに、完全に被せて使うものですね。中にはですね、取扱説明書、あと日本語版の説明書も付いておりました。はい、簡単な、裏は真っ白で表面だけ載っている説明書が付いておりました。なるほどなるほど。付属品紹介していきたいと思います。まずこちら、ショックマウント。こちら何に使うかお分かりでしょうか。カメラのね、上に乗せて使うものですね。この部分を少し回しまして、そしてマイクの付けるところに設置します。はい、というわけでですね、マイクをこのまま上から倒すのかな。はい、やはりその音がね、マイクで拾っちゃうんですけども、こいつ、このショックマウントがあることによってかなり抑えることができます。特に自主映画とかでね、うーんっていう編集しながらね、あーこれどうにかなんなかったのかなっていうね、おかしい音になっちゃうので、このショックマウントめちゃくちゃありがたいです。こちらにですね、2本コードが入っております。一眼用とスマートフォン用らしいです。こちらがですね、スマートフォン用、伸び縮みするのが一眼レフ用、動画のビデオカメラ用ですね。プラスマイナスはないので、どちらかにこちらセットをして、マイク端子というところを確認して設置します。そうすることで M1 に関しては録画したら電池を入れることなく、このまま直接音を集音することができます。動画撮影をする人は結構気を使っている部分かと思いますが、例えばですね、電池を使っていると電池が落ちてしまいますと、映像は撮れているのに音が集音されていないというね、状況があるのですが、電池はですね、本体から全て供給されておりますので、このまま撮ることができます。これはね、めちゃくちゃありがたいです。はい、そして最後の付属品、こちらです。袋ですね、収納バッグとなっております。先ほどのですね、マイクとあと風防も入っちゃうのかな、ちょっと詰め込めば入るかと思います。ではもう少しですね、仕様を見ていきたいと思います。 M1 に関しては音声の集音がですね、カーディオイド型単一指向性のマイクとなっております。ガンマイクはこういう直線的に声をですね、集音するのですが、こちらはですね、こんな感じで裏側も多少取りながらもぐるっと回るような形、周囲の雑音を抑えながら前方のものを中心に拾ってくれるものです。なぜこのカーディオイドかと言いますと、指向性のですね、図の形が心臓の形のように見えることから名前がカーディオイド型と言われております。で、マイクをつけますと、今こちらは普通のマイクなので、一回こちらで書いていきたいと思います。はい、というわけでですね、今こちら M1 のマイクに今切り替えました。音声いかがでしょうか。というわけでですね、マイクの正面から空間あたりが一番声を大きく拾いまして、マイクのですね、後ろの背面はあまり音を集音しない仕組みになっております。ベストの集音距離は約1メートル。このですね、カーディオイド製のマイクはですね、こういった YouTube の撮影だったり会議の集音、あとはライブ配信なんかでよく使われるものがカーディオイド
ット式となっております。はい、であとこのマイクの特色なんですが、開封した時から気づいたかと思いますが、小さくて軽いところがですね、かなりいいポイントだと思います。持ち運びしやすいっていうのはやっぱり結構正義なんですよ。現在ですね、監督こちらジンバルのビービル S という機種持ってるんですけども、まあ、こちらね結構重いんですよ。で一眼もつけるとさらに重いんですよね。というわけでやっぱ軽いマイクって正義だと思うんですよね。じゃ本体に関してはね、操作ミス以外では3ヶ月以内は無償で交換してくれます。そして3ヶ月から1年間はですね、有償交換も対応してくれるそうです。続きまして2つ目のマイク紹介していきたいと思います。マイク M3、 先ほどはですね M1 だったのですが、今回 M3 ですね。監督ですね、自主制作映画用に購入したマイクとなっております。長方形で長いので、正面の1メートルぐらいの範囲を主に取るです。狙ったものをピンポイントで取ってくれるガンマイクとなっております。値段はですね約7000円ぐらいとなっております。開けたらすぐ来るんですよね、ナビー君はね。やめろ、いいからいいからいいから。はい、というわけでメーカーは進行全く一緒です。はい、こちら完全英語版の説明書と完全日本語版の説明書が入っております。ちょっと見ます。なるほどですね。本体なんですが、こちら先ほどと比べてかなり大きくなったかと思います。同じくこのショックマウントもですね、最初からついております。はい、そしてスポンジ型ね、これ取れないのかな、あ、壊れるからやめとこう。で先ほどと同じくこちらコードも入っております。普通のコードがスマートフォン用で、こちらのですねこの伸びるやつがついてるのがビデオカメラ一眼レフ用のコードとなっております。で最後にこちら収納バッグ入っております。紹介していきたいと思います。超指向性のマイクなんですが、前方の狙った音だけをクリアに集音することができます。スピーチなどでもこれをその人の口元に向けることによって、その声がピンポイントで音を集音することができます。今つけているマイクとですね違うところとしましては、この裏側を見てほしいと思います。マイクとイヤホンのマークがあります。このマイクに関してはこちらをつけて、あと本体のマイクの差し込み口に挿すというところでいいんですが、このイヤホンに関しては今現在音がどんな感じに取れているか、市販のイヤホンをこちらにつなげまして、イヤホンつけると今マイクで取れている音がリアルに聞きながら音を取ることができます。 M1 についてはついておりませんので、こういったそのリアルで確認したいときは絶対このマイク端子ついた方がいいです。まあ、YouTuber はね基本ね撮影回して、あとはこのね空間で何かしらのトークだったり動きをするんでいいんですけども、自主映画の場合は被写体は自分ではなく役者さんなんで、このマイクでどういった形で聞こえているのかっていうのをリアルタイムで確認する上では絶対あった方がいい機能だと思います。であとですね M1 には付いていないのですが、ここにですね2つスイッチが付いております。こちらは原因です。プラス10、0、マイナス10とありますが、簡単にカチカチと音をはい、切り替えることができます。大きさですね、音が小さくて全然聞こえないなと思ったらこのプラス10、音をうるさくて割れてるなと思ったらこれを下げればいいというですね物理的なスイッチとなっております。そしてこちらローカットフィルターなんですけど、3段階切り替えることができます。オフ、オン、100Hz、 この3つをですね切り替えることができます。こもったり聞こえるときはローカットをオフ、もうちょっと重さが欲しいなと思ったらオンにしたり 100Hz にしたりするなど、こういった使い方ができます。はい、でですねガンマイクデメリットがあるんですけども、 M1 と比べますと本体にですね電源が入っておりませんので電池を入れる必要性があります。でこちら外しまして、ここですね大きなところでマークついてんで、ここを押しながら開けますとオープン。はい、こちら単4電池が2本必要です。電池入れてきます。単4電池ですね、マイナスとプラスがそれぞれ逆方向向いてますのでセットをします。蓋をセットします。オフにしてたらマイク今電源が供給されておりませんので、こちらただ本体につけても音は使用されません。ですので毎回こちらに上げます。そうすることによって電源ランプがつきまして電源が入ったという状態になります。基本的にこのガンマイクを使うときは電源緑になっている状態をですね確認してから使わなければいけません。そして電源が消えてしまいますとオフの状態ですね、でいきなりパチって消える可能性はあるのかと言われたら、まあ、それが一番ねこの動画撮影をする上で一番怖いところ、恐怖なんですけども、ちゃんとこちら機能ついております。このライトが点滅することによって電池の残量が少ないですよという合図ですので、もし点滅を発見したらそこでも電池を変えるというですね方法を取ります。消えてしまったら嫌ですよね。通常の満タンのフル充電の電池だと最低でも30時間から50時間ぐらいは使えます。もう点滅したらもう速攻で変えるぐらいの勢いでやってきた方がよろしいかと思います。あとですねイヤホンマークつい
ついているんですが、そこにもですね、音を供給する必要がありますので、この撮影する録音時間が短くなります。説明書を見ますと、少なくて10時間以上は持つと書かれておりました。ではですね、どういった形で聞こえているのか、今本体でチェックしたいと思います。現在今使ってますのは M1 ですので、M3 の音声どうなのか聞いていきたいと思います。はい、というわけでですね、ガンマイク超指向性のマイクとなっております。声いかがでしょうか？超指向性なので、先ほどよりもピンポイントでクリアに聞こえているかなと思います。音声の部分を確認してみましたが、M1 に関しては音がね、片側録音でしたね。というわけで多分こいつは常に片側録音がメインかなと思います。こちらのですね、ガンマイクに関してはですね、両チャンネルで撮れてましたので、今回こちらのシンコの M1 と M3 というものをですね、両方購入して紹介してみました。はい、というわけでですね、今回の動画は以上となります。この監督ラボでは自分が好きな、ね、エンターテインメント作品、あとはおすすめしたい、紹介したい商品、新しく購入したガジェットを含めてですね、おすすめしたいものを厳選して紹介しておりますので、もし興味がある方はですね、チャンネル登録してない方はですね、ポチッと押していただければいいなと思います。またね、良かったと思ったら、いいねもお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。で、再現 VTR が入ると長い方が自主制作サウンドサウンドサウンズサウンズイズシンクエブリウェア、ね、電池が切れているがためにカーディオイド型という音声集音ダビデデ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 100均で買いました。これ炭酸だった炭酸だったサウンドイズエブリウェアシンクシンク M3 そんな方におすすめの商品がこちら。ああ違った、ちょっと待って、これ違う、これ古いマイクだ。 OK です。